いつでも気軽に同じ時を過ごせるポコチャのライブ配信では、ライバーとリスナーがお互いにコミュニケーションを取ることで居心地のいい場が作られています。そして今日、普段アプリで会っているライバーとリスナーが直接会います。ライバーがいつも配信を見てくれているリスナーにおもてなしの場を設けました。ライバーはなぜ配信をするのか、そしてリスナーはなぜ配信を見るのか、この場にはどんな魅力があるのでしょう。直接会って話すことによって普段語れない思いを聞いていきたいと思います。今回のライバーは、全力配信でお祭り騒ぎの負けないユー。負けないユーです。3年ライバーをやってます。基本雑談と煽り配信っていうのをしてて、煽り配信とはライバーがリスナーにアイテムを使うことをお願いする配信のことです。花火ね、投げてくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。行くぞ、ここ一発打ち上げられる人いないか。最初はアイテムをもらった時にありがとうじゃなくてごめんが先に来てたんですよね。その時に言われたのが、アイテムもらうことを申し訳ないと思っている、思いすぎてる。アイテムもらったらもう全力で喜びたいし、全力で楽しさをこう表現したいみたいなとこがあるのに、なんか申し訳ないとかごめんって思ってるふりをしてた自分がいて、なのでその煽り配信になって、なんか自分がしたい配信をできるようになったことを覚えてますね。最初はアイテムをもらうことは申し訳ないと遠慮していたが、素直に嬉しいと表現することが自分にとってもリスナーにとっても楽しめると、リスナーが気づかせてくれた。それそれそれ、おつらいさー。飲み会で、まあしっぽり飲みが好きな人ももちろんいるし、おい飲んでねえやみたいな、いや飲めよって言って煽り合う飲み会が好きな人もいるじゃないですか。で、自分はベロンベロンに潰れるまで煽り合ってる飲み会の方が好きなんですよね。煽ってアイテムを使ってくれるみたいな、そういうやり取りができた方が面白いよなと思って、まあ煽ってます。ポコチャの中で正直でいいんだ、正直でいようって思ったと思います。煽り楽しめたらいいよね。だから誰も不快にしようとして煽るんじゃなくて、逆にその楽しませようとして煽っていくいるので、煽りはそんなに悪いものじゃないのかなって思ってます。バーベキューを準備させていただきました。なのでみんなで食べて飲んで、なんかガヤガヤ話しながらできたらなと思います。これ見てください、息がもう白い。自分はあんま緊張しないんで、はい、でもリスナーさんたちはしてると思います。マユだ久々、まあライブ来てくれたけどね。ライブとかで見ることは多かったんですけど、プライベート空間というか素のユウくんを見れるのは結構楽しみかなって思います。はい、こんな感じになりました。すごい、すごくね。すごいすごい、飾らないところがめっちゃいいです。少年のようなこうワクワク感をずっと持ってる感じが、ギャップというかなんか魅力かなって思います。ただほら、なんかイケメンとかのを求めてるんじゃないんで、ポジティブとか明るい系は魅力ですね。まあ、それだけです。リトチーカ、うわー久々イエーイ。青のねことに対しては、まあ、特に緊張してないというか、むしろ楽しみ。ポコチャ特有だとは思うんですけど、一つのアイテムに対してリアクションとかがあるんですよ。それが毎回変わらず、いつ行っても全力でこうワッションって言ってやってくれるとこがやっぱいいかなって思います。なんでバーベキューしたの？楽しいかなと思って。うわ、いやすんなり来るな久々。桜モーズのライブとか3日の夏祭り等々参加させていただいたので、いつも通り東京に来るみたいな。3年半くらいポコちゃん見てるんですけど、すごく自分なりのこう答えを自分で出して頑張っているライバーさんだなというふうに感じます。皆さん今日は来てくれてありがとうございます、こんな雨の中ですけど楽しみましょう。乾杯。ジジイみたいな一人で来てるけど
え、これ、え、じゃあ一人2枚ずつでいい？うん、いいよ、何でもいいよ。何その制限。違う、だから全部言っていいかって聞いてんだよ、こっちは。自分が配信をしてて自信を持てる、思いっきりできるのってやっぱりリスナーさんたちが見てくれてるからこそ、応援してくれるからこそ、こう自分が自信を持って配信できるんだなっていうことを改めて感じたので、やっぱりそう思わせてくれるリスナーさんたち、かけがえのない存在です。パプリカも食う？え、めっちゃいいよ。めっちゃいいよ。ほら、だから言ってんのよ。わぁ、めっちゃすごい。何を言ったの？いいね、いいね。はい、何がいいですか？大根。大根ね。大根。おでんって始めちゃいますか？いや、もう。え、いい感じじゃん。うん、いい感じ。とりあえずこれ、はい、1枚。ありがとう。はい。いただきます。いただきます。いただきます。いや、これやっぱこの季節はうまっ、うん、ステーキがうまそうですよ。食リポ、食リポ、うん、うん、最初にね、うん、うん、どうどうどう、ステーキ、もう楽しみに来てるやん、もうどうやって来るやろ。いや、そうだよ、ね、マジで来たよ、ね、めっちゃ楽しみに来たよ。やっぱリスナーさん同士もやっぱコメントないで話すことの方が多いから、実際に一緒に話せてよかったです。俺の配信を見に来るきっかけみたいなのあった。あれだよね、2年前の10月ぐらい。そこまで言ってた、うん、1年前の、そう、10月だから同じ時期、同じ時期、本当に初回の一番最初の時になんかこうやって撮ったことあるのみたいなのから始まり、青ならないみたいな、ピンクならないみたいな、気づいたら虹みたいな。最初は結構びっくりしたんですけど、やっぱみんなが追ってくれるから、まあ、そういう枠に多分ゆうくんがしてきた、築き上げた結果だと思うので、煽りもやっぱちょっと楽しく思えてきましたね、こう1年間を通して。他のリスナーさんと仲良くなるきっかけをくれたりとか、楽しめるよっていう誘いみたいな感じの煽りはしてくれます。私は煽られないよ。まあ確かに ね、 あのね、私は本当に煽られてないと思う、うんうん、なんで逆にね、逆に聞きたい、なんで全員が全員こう煽ってるかといったらそうでもないかもね。やっぱ煽り の、 その感じ方って人それぞれだと思うんですね。私はやっぱこれ配信をしてるので、煽りはちょっと結構考えてやってるとかなんですけど、ちょっと窮屈だなって思うアイテムの催促のされ方をするのが煽りだと思うんですね。でもゆうくん煽りって言ってる割になんか楽しくしてくれてるから、私的にはあんまり煽りではない、こっちの気持ちをよくしてくれるような煽り方をしてくれます。ポコチャってアイテムを使ってる時が一番楽しいよねって自分自身は思うので、アイテム使って後悔はしないよ、楽しかったなって、うん、もったいないと思うコインは1コインもないよね。ゆうくんがっていうよりかは追ってくれるリスナーさんがいるからみたいなとこなんです。ここで今回のオフ会に来られなかったリスナーのために配信を始めた。どういう状況ですか今ね。オフ会開いてて、あのバーベキューをしてるとこです。ビンゴビンゴビンゴ、え、ノーチもいるよ。ノーチ、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 花火をいただきました。それ忘れました、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 それそれ忘れないさ。いや、ありがとう。めっちゃ仲良くね。なんかファミリーさんが本当に家族みたいだよね。ね、多くの人がこうなんだろう、仲間に入ってくれたら私は嬉しいし、多くの人がこの楽しさを知ってくれたらいいなっていうふうに思ってるので、学校でいう文化祭みたいなのをみんなで毎日盛り上げて仲良くなるみたいな、絆を深めるじゃないですけど、煽り枠に集まる方々ってすごいこう血気盛んで闘争力バチバチみたいな人たちが集まるのかと思いきや、みんなそのゆうやがこう騒いでるのを楽しみにしていいチームワークをこう作っていて、みんなのことをお互い心配したりこう笑顔にしたりするようなコメントをみんながしてくれるのが本当にいい魅力だと思います。
ここのスキルじゃないかもしれない、もしかしたら。リスナー、リスナーの一致団結がすごいかもしれない。いやでもあのそれで言うとリスナーさんの絆っていうのはあると思います。その自分が自信を持って配信できるのはリスナーさんのおかげみたいなところに多分つながってくると思ってて、リスナーさんが盛り上げてくれるからなんか俺は自信を持って配信できるみたいな。ここで集まったリスナーから日頃の感謝を伝えるサプライズが。ゆうくん、ちょっと話したいことがあって。何？実はみんなからねプレゼントがあります。イエーイ。待て4人？そう、それぞれ別々、それぞれ別々で。え、俺何も準備してないけど。いいよ、いいから。ありがとうございます。これリップクリーム。うわー、めっちゃ欲しい。めっちゃありがとう。めっちゃ嬉しい。いつもカサカサだから。わー、誰？日焼け止めファンデーション。いやー、それ嬉しい。色が白いからカラーをすごい迷ったんだけど。嬉しい。ありがとうございます。はい。これどっちから開ければいい？いや、これ使うのよ。化粧水。しかも敏感肌だって知ってるやん。いやありがとうございます。まあね、お風呂に入ってないイメージをそれで。ああ、なくす。どうにかなくしてくださいって。いや違う、お風呂やめて。 YouTube で言わないで。YouTube で言わないで、お風呂入ってないの。いや入ってますよ。これもボディーソープ。バスソルト、そう、ボディーソルト。めっちゃいいよ。ありがとうございます。今いるリスナーさんたちって自分を応援したいと思ってくれる人、もう純粋に配信に来てみんなと一緒に話したい、応援したいって思ってくれてる人たちが来てくれてるんですよね。もともとただ喋ってて、でそれに自分が相槌を取ってみたいな、ただ話を聞いてほしい人たちが来てたんですよ。今の自分だったら負けない優を見たいって来てくれる人なので、なんかこうリスナーさんたちも変わってる気がします。ありがとうございます。嬉しい。負けない優は自分なりの配信を積み重ねたことでリスナーからたくさん応援されるようになった。そしてその関係は一方的なものではなく、負けない優もまた応援してくれるリスナーに元気を与えていた。いや、私が結構ネガティブなので、枠に入った時のテンションが違うと気づいてはくれるので、その気づいた時にどうしたっていう声かけをちゃんとしてくれるので、思ってた返答と違う時はあるんですけど、そういうことじゃないんだけどなって思う時はあるんですけど、まあ、元気はもらえるので、なんかそういうので仕事面とか、まあ、プライベートとかでも相談に乗ってくれるじゃないですけど、まあ、ちょっと勇気をくれる声かけはしてくれたりはします。同じライバーとして配信者で頑張ってる人を見ると、あ、私もライバー頑張ろうってまず思えるんですよね。私がじゃあそれこそ配信一回休んでたんですね。もういいかなって言って、でもやっぱゆうくんもやってるし、やっぱ頑張ってる存在がやっぱ目の前にいたってのでかくて、私もやっぱもう一回頑張ろうって思ったきっかけは確かにゆうくんも入ってる。まあ、ライバル意識もあるし、でも行ったらリスナーとして楽しくできるしっていう、すごい出会えてよかったなっていう人ですね。しっかり応援するようになったきっかけになったのが、そのイベントの時に、まあ、彼がすごく悩んでたんですね。で、悩んでる内容が私が会社に対して悩んでいる内容とほぼほぼ一緒だったんですよ。割と周りの人の顔色を伺ってはっきりちゃんと言わなかったりしたこととかも今まであったんですけど、あ、こういうのはこの人にとって言った方がいいんだなっていうことを感じるようになったので、トップライバーさんがそういう人でも同じこと考えるんだなっていう、それを頑張って結局イベラスにはちゃんとプラスを取って、まあ、イベントも勝つっていうのを見て、ああじゃあ自分も同じように頑張ろうみたいな、そういう背中の押され方を、はい、やっぱ本当にリスナーさん一人一人のことを覚えてくれるんで、普通に正社員でお仕事してるんで、お仕事終わったんだねとか、結構仕事のモチベーションにもなんだかんだつながってくる感じはします、はい。まあ、自分の生活の一部というか、まあ、それを配信を見るまでがちょっとルーティーンじゃないけど、そんな感じにはなってます。私は枠を学校って言っててクラスみたいな、あで、なんか一種のなんか放課後のドッジボール行こうぜみたいな、すごいいい表現だと思う。でみんなはクラスメートってことですね。そうめっちゃよくない？じゃあ先生俺、そういうわけじゃないんだけど、なんでそういうわけじゃないけど、なわけなかろう。いや俺はじゃあどの立ち位置だ。
学級委員長。なんかクラス一番うるさいやつ。うるさいやつ。やばいや。クラス一うるさいやつが画面に映ってるみたいな。そう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 。それがみんなコメントでみたいな。そう。先生どこにいんのよ。改めて負けない優にとってのライブ配信とは何なのか。一人一人の居場所としてなんかあり方を主張できる場所であれればいいなって自分は思ってるので、なんか配信をやってて。胸が晴れるなって思ってます。みんながここに集い元気をもらい日々の生活に活力を与えている。負けない優は自分なりの配信を行うことでリスナーそれぞれの在り方を認める場所を作っていた。負けない優はお互いに気にかけてくれる仲間と共に前へ進む。今日もまたポコチャからお祭り騒ぎが聞こえてくる。